動画を見てくれてる皆さんのおかげでこれゲットすることができました。ほんまにいつもありがとうございます。ってことでまずは早速開封していきたいと思います。さあ開けていくで。うわー、まだ入ってる。初めてのチャンネル登録者を覚えていますかっていうメッセージが入ってる YouTube CEO のミールモハンさんから、あとなんか紙も入ってます。これよ。入ってる。やじゃー。これを肉眼で見れる日が来るとは。わあ、結構しっかりしてる。なんじゃこりゃ。開けてみます。おい、どうですかこれ。えらいごっちゃやね。これちょっとキスしとくわ。冷えてる。関西おしゃべりゲーマーフルフル10万人って書いてます。イエー、これ抱きながら出ますもん。最高。サイズ感が分かりづらかったみんなのために分かりやすいもので例えてみよう。そうだな、キッチンで言うとだいたいまな板ぐらいのサイズだ。結構でかいぜ。ちなみにこの銀の伊達なんてことだ、まな板として代用することもできるんだ。いざ料理するときにまな板がないって時も銀の伊達さえあれば安心だ。で、今回銀の盾っちゅうめちゃめちゃ記念すべきものが届いたちゅうことで、私の知り合いのカメラマンさんがせっかくやったらこの銀の盾かっこよく映像に残しとこうぜって言うてくれたんよ。なので今回この銀の盾と、あと私が10万人突破するきっかけをくれたつけびりトイレのフィギュアたちを一緒に連れてカメラマンさんのスタジオへ遊びに行ってみたいと思うやつ。めちゃめちゃかっこよく撮ってくるのでぜひそちらの映像をお楽しみください。さらにその映像の後にちょっとだけ大事なお伝えもありますので、最後までお楽しみいただければ嬉しいでございます。ほないほな。てことで銀の盾を持ってやってまいりました。もちろん後ろにはスキビリトイレたちも準備万端でございやす。いや、改めて銀の盾が手に入ったのは嬉しいね。神々しく輝いておりますわ。で、隣にはスキビリトイレたちってことでね、このメンバーもどんどんこれから増やしていきたいところでございますわ。で、今日はね、なんとなんと撮影するにあたってこの回転台を使っていきたいと思いやす。もうこれ使い出したら一流やね。なんか奥で回っとんぞ。おい、誰か止めろ。誰やあいつ。部外者を放り出せ、邪魔や。ほな、まずはね、フィギュアを取っていこうっちゅうことで、カメラマンを回転台に乗せました。もうライティングもバッチリでめちゃめちゃかっこええよ。これ見てるだけでもう最高。あ、奥側には次の二人が待ってますね。おい、順番まだかよ。早く俺らにも撮らせろよ。で、撮影行こうかっていう時に嫌なことを思い出してしまったんや。実は前の開封動画見てくれた方やったらわかると思うねんけど、私カメラマン開封直後に壊してしもたんや。てことで撮影前にこの細い配線をボンドを使ってつけていきたいと思います。まあこれがね、細かい作業でもう私不器用やさかいに嫌いなんよこういう作業。 YouTube やってる時にも見せへん真剣な眼差し、もう失敗は許されへんから慎重にやったよ。で、この線がもう根元から壊れてもうてるから、なかなか接着剤でも使えへんわけよ。で、格闘した結果なんとかね、まあまあくっついたんじゃないかっていう、ちょっと無理やりやけど、はい。てことで早速撮影開始いたしました。それがこの映像やねんけど、見て、めちゃめちゃかっこよくない？もう回転台に置いてライティングしてるだけでもかっこいいのに、さらにそこにね、スモークを焚いてよりガチで演出させていただきました。いやー、これはフィギュア買った甲斐があるね。ちょっとこうライティングというか光の当たり具合によってもったまた見せる表情が変わってくるっちゅうところがね、おしゃれなんよ。で、いよいよ次が本命の銀の盾、いっちゃいやしょう。さあ、しっかりとね、銀の盾も回転台に乗せまして、いざレッツラゴーってことで、さあ来ました。うわー、神々しい。なんやこの映像、こんな素敵なもんいただけるなんかもう夢のようでございますわ。で、これね、またアップするとね、はい、関西おしゃべりゲーマーフルフルって書いてんのよ。くー、しっかり刻まれてるね。あれ、なんか頭出てきたぞ。なすびあった、何見とんねんこっち、おい。
な、なよ、もうガッツリ出てきとんかな。何を笑うとんねん、こっち見んなよ、おい、階段すな。階段、下手くそな階段。いや、銀の盾の次は金の盾。次、登録者100万人。こら、険しい道のりやけど、ここまで来たからには次、100万人目指して頑張りたいね。ってことで、以上、銀の盾動画でした。で、最後ちょっとだけお伝えなんですけれども、私、フルフル、チャンネル名変わります。理由はたった一つ。関西おしゃべりゲーマーフルフル。シンプルに長いし覚えにくい。せっかくここにも刻んでもらったのに申し訳ない。ってことで、私、フルフルのこのチャンネルは今後、フルフルゲームズムズという名前でやっていきやす。まあなんかキャッチーでよくない?で、調べたところによると、明日2月8日が、月見でトイレが初めて動画投稿されてちょうど1年になるみたいな境に、まあ私もね、月見でトイレと共にありということで、明日から、フルフルゲームズムズチャンネルとして、再始動していきたいと思います。まあ、特別動画の内容とかなんか変わるわけではございませんので、引き続き、いつも見てくれてる皆様に楽しんでもらえる動画作りを心がけて、これからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、銀の盾開封動画でございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな!チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録して。